なんで朝鮮半島、韓国側に米軍がいるのかと、そこをまず韓国の人々考えないといけませんし、あともう一個言えば、韓国が実際に抗戦をした今まで、直近で抗戦したのは北朝鮮の軍隊であり、中共の人民解放軍と戦ったわけですけれどもね、そういった中でおいて、今、その米軍、今おっしゃったような米韓の同盟があって、在韓米軍がいてというところで、当然、韓国の仮想敵、対象にするのは北朝鮮であり、そして中共ということになろうというふうに思うんですけどね。ただ実態はそうではないですね。ないんです。例えば北朝鮮の装備というのは、海空軍は極めて旧式です、しかしながら、かなり高性能な敵に当たる、しかも遠洋艦隊が保有するイージス艦を装備してますね。そうですね。こちらは韓国の、ね、イージス艦と呼ばれています。世襲大王ですね。そうですね。しかもですね、かつてのソ連のソ連海軍あるいは空軍を日本の自衛隊というのは圧倒してきたわけですけれども、そのために自衛隊は4世代機とか、あるいは非常に高性能の潜水艦を必要としたわけなんですけれども、彼らはやはり日本並みのそういう装備を整備しつつあると。EEZ 排他的経済水域が日本の10分の1だというところを考慮しなくても不思議な現象であるのかなというふうに思ってますね。当然こういう兵器を装備してやるというのは趣味で兵器を持つわけではありませんので、目的があってですね、どういう作戦をやって、どういう敵がいて、どういう作戦計画があって、そのために必要な武器は何なのかと考えてやっていくんだと思うんですが、今回このイージス艦、韓国の世襲大王級というんですか、このイージス艦と呼ばれている軍艦についてなんですけど、韓国側のこの経緯ですね、はい、これを作れたというのは、これもちょっとまずご説明いただきたいなと。まずもともと韓国海軍というのは遠洋海軍ですから、はい、失礼、沿岸海軍ですから、沿岸ですね、朝鮮半島の付近を紹介、はい、あるいは対戦作戦、その他を行うように編成されていました、しかし1955年、韓国海軍は外洋海軍、95年ですかね、はい、1995年、はい、95年に外洋海軍か、構築構想というのを策定します、ところがですね、イージス艦、はい、これを取得して、しようという計画が認められたのも同じ年なんですね。沿岸海軍から外洋海軍になるっていうのはものすごい努力とお金とそれから研究が必要なんですね。ところがそれを同時にやってしまう、非常にこの不思議であります。で空軍を見てもですね、はい、2000年に早期警戒管制機、これを導入計画が開始されます、これも不思議なんですね、地球っていうのは丸いですから、はい、いくらイージス艦のレーダーが高性能でも、水平線の向こう側までは見えにくいんですね。電波はまっすぐにしますからね。そういうことです。従いまして、こういう空から、敵の水上艦艇や航空機を監視するシステムが必要になってくるわけです、空からであればその対角線が伸びるから遠くの方まで見えるということですよね。で、イージス艦隊を構成するにはこうした空からの目、あるいは潜水艦、護衛する潜水艦の耳、あるいは友軍の航空、戦闘機によって、あるいは友軍の水上艦艇によって、立体的に、防御し反撃していくと、それぞれがリンクしていて、目と耳をふんだんに使いながら、作戦を遂行していくというのが現代戦の要諦ですね、ところがこのイージス艦という、韓国のイージス艦の場合は目になる部分がこのように、装備はゴテゴテになりますから、イージス艦が先に寄港してますけれども、
イージス艦ができた後にそうですこの早期警戒管制機がいつも後手後手です、うん、目や耳がないまま何年も何年も運用されてたのが韓国のイージス艦の実態です。信じられないことに、未だに、イージス艦とデータリンクデータ交換して、迎撃の仕分けをするんですけれども、うん、あなたの航空機はこっちを対処しなさい、このミサイルはこっちを対処しなさいってシェアするんですけれども、はい、そのリンクがまだまだ完全にできてません。一部の航空機や一部の水上艦艇とは情報共有ができていません、うん、これはもう現代戦ではドンガラ箱物だけ豪華にして、うん、あとはどうでもいいという箱物豪華主義ですね。なるほどですね。ハリボテのようなものですね。この韓国のイージス艦が本当に機能するかどうかは別にしても、まあ、せっかくあるものだと宝の持ち腐れじゃありませんけど、ま、さしくリンクしなければ、はい、その通りです。意味はないということでありますですよね、はい、で確かにまずまあそもそも韓国海軍がこの外洋海軍化する必要性があるのかと北朝鮮という問題ももちろんね僕はないとは申しません、はい、なぜかというとやはり、社会的地位の向上とか、うん、あるいは経済の向上によって例えばインド洋の海賊対象に見られるようにそれぞれ国際社会への貢献というものが求められます、うんうん、あるいは自国経済を守るためにシーレーンというものも求められます。しかしそこにはしっかりしたコンセプトがあって、軍事思想があってそして年度計画というものがきちっとあって兵器全体の体系の中でどうやって編成をしていくかというのが大事なんですが、全く韓国軍が目指しているところ陸海空ともそうですけれども、うん、まだ陸のが分かりやすくて、うん、海空軍に至っては全く何を目指そうとしているのか分からない、うん、むしろ北朝鮮や中国人民解放軍の方が軍事思想的には分かりやすい何を目指しているのか、うん、分かりやすいと思います。潜水艦だってあれほどの潜水艦果たして韓国にいるのかどうか。朝鮮半島の周りは浅い海ですから、北朝鮮の潜水艦は小型化もしくは潜水艇ですから我の方もそれほど大きい潜水艦は必要ないどころかむしろ、運用に支障をきたすと思いますね、うん、そういうことからも何を考えているのか、うん、やはり友好国としては極めて不安な部分がありますね。まあ、外洋海軍化を目指すんであるにしてもその順番がこの、ね、早期警戒管制機の一例を挙げるまでもなくめちゃくちゃな順番になっているんじゃないかという指摘ですよね。でそれに対してまあ日本ですね、これもまあちょっと概略日本の場合はですね、何しろ軍艦ヤマトやゼロ戦を作った国ですから、うん、下地があるわけです、うん、その下地があっても、1950年代から外洋海軍を目指して、そういった運用実績あるいは装備の積み上げがあって、今の自衛艦隊体制、うん、これを整えていったわけです、うん、で1970年全体には早期警戒管制機が導入しと、うん、でイージス研究艦の研究が始まったのが、うん、その後であると、うん、そして耳であるところの早期警戒機とかを入れて現在では早期警戒管制機高性能のものも入れていると。これ必ずしも警戒管制機を意識してを最初に導入してイージス艦そして耳を導入してイージス艦というこういう順番では必ずしもないんですけれどもそこは結果的にはきちっと守られてるんですね。これがやはり現代の軍隊のやはり編成装備の編成整備の進め方だというふうに私は思います、うん、確かに日本の、ね、海上自衛隊の場合海上に限りませんけどさっき言った情報のリンクというのを、ね、非常に重視して一体的なやっぱネットワークでやっているという話も、ね、聞いてますのでそれが実際に着実に積み重ねてやっているけどどうも韓国は、まあ、場当たり的というか後手後手というか嵐という感じなんですが、まあ、その一つがなんとこのイージス艦日本のイージス艦ができた後になると日本がイージス艦を持つと急に韓国はこのイージス艦を作りたがって、まあ、できてくるというような話でこれが外洋海軍化を目指すためなのか国威発揚のためなのか何かよく分かりませんがなぜか日本が持つと出てくるという話なんですが